ちは、プレスのミキです。サハラの 2024AW のルックが公開されました。ということで、毎回恒例の予約会が始まりますので、マルテスタッフのおすすめのアイテムとそれを使ったスタイリングをご紹介していきたいと思います。私からご紹介していきたいと思います。私の推しアイテムはこちらのマルチウェイニットビスチェです。こんな感じ。後ろがこうリボンになってるので、このリボンをこの締め方次第でちょっとここのフリルの寄り方とか変えられるビスチェになってるんですけど、マルチウェイなのでいろんな着方ができて、今この肩紐ついている状態でビスチェとして着てるんですけど、これを外すこともここで外すこともできるので、外して人気の付け方とかだと、こういう風に斜め掛けにしてもご着用いただける万能アイテムになっています。で、今回ニットで作っていて、ちょっと張り感があるので、このボリューム感もすごい可愛いアイテムになっています。はい、で今フェロアのスカート合わせています。こちら新色で出たアイテムになります。私こちらは去年このブラウンを購入して、もう本当に週 1,2 回ぐらいは履くぐらいお気に入りだったので、新色でこちらのイエローも買いたいなと思っています。はい、ということで、私のおすすめのアイテムのご紹介でした。ガミさんです。お願いします。はい、私が選んだのはリバーシブルジャガードニットになってます。オーバーサイズなので、すごい結構お尻まで隠れて、これだけもう寒い冬はパッと着れて便利なニットです。このフェザーのヤーンと、このちょっとキュッとするようなこの糸がこう編み込まれてるジャガードになってて、かなりふわふわなので、とっても気持ちがいい、肌触りがいいデザインです。リバーシブルなので、こっちの面で切るとフェザーの部分がこの模様のところで、こっちの普通の糸のところが地になってます。これは本当に私の手書き のお花をこう模様に起こしてもらったんですけど、大きいお花の総柄になるような感じで、とっても気に入ってます。はい、他の色も可愛いですね。そうですね、青 と、薄い水色もこの逆の色がとっても可愛いので、本当に2個セーター持ってるみたいな感じに着れるのがとても便利だと思います。はい、でなんかこういうタイトめなスカートとかと合わせてベロアの合わせて着ても可愛いし、結構、タイトめなパンツとか、普通にカジュアルに着るデニムとか結構合わせやすいと思います。最後に一つ質問いいですか？はい、はい、何でしょうか？このスタイリングでどこに行きたいとか何をしたいとかありますか？これは完全にオフィス想像できました。はい、いつもな感じですね。はい、はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。三好さんです。お願いします。お願いします。推しアイテムを教えてください。はい、私が着てるのがリブマキシドレスとジャガードペプラムベストのセットになります。リブマキシドレス、下に着てる方はカット掃除なんですけど、結構すごく伸縮性があるので、なんかもう本当にいつでも着たいぐらい着心地がいいドレスになっていて、一応フロントとバック逆で 2way で使えるドレスなんですけど、こんな感じでベスト合わせたりとかビスチ合わせたりとか、結構いろんなものに合わせるインナーワンピとしてすごく着やすいかなと思って選びました。で、このペプラムベストは、なんだろう、ここのスリットがすごい大人っぽくて、で結構このジャガードも柄が花とお花とリーフの模様なんですけど、上品な感じで、こういうワンピースに重ねてもいいですし、タートルネックのニットを私はよく着るんですけど、そういうタートルのニットと合わせてパンツでカジュアルに合わせてもいいので、結構プラスワンアイテムとしてすごく重宝するアイテムかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、
はい、じゃあ最後に質問一ついいですか。はい、はい、じゃあ今日のこのコーデを着て、はい、どちらに行きたいとか何をしたいとかありますか。なんかちょうどこのドレスが出るの秋ぐらいなので、うん、ちょっとあの秋の味覚を食べに、なんかちょっといいレストランとか行きたいなと思います。確かにいっぱい食べてもお腹とか気にならなそうですね、うん、お腹もこのペプラムで結構気にならないですし、なんかカット掃除ではあるんですけど結構しっかりめのなんかホテルとかでも全然着ていけそうな感じの見え感なので、あのちょっといいディナーとか行きたいなって時もいいかなと思います。はい、ありがとうございます。リオナさんです、お願いします。お願いします。リオナさんの推しアイテムを教えてください。はい、こちらのカーブデザインウールコートです。はい、かわいい。推しポイントとかありますか。まずはですね、なんといってもこの色味がとてもとてもいいです。珍しいですよね、赤のコート出すの、はい、そうなんですよ。でもなんか真っ赤すぎなくって、うん、なんかなんだろう、程よく落ち着く深みがあるから、うんうん、なんか目立ちすぎないからなんか大人でも着やすいなって思いました。派手すぎないですね。はい、すごい浮かない、うんうん、かわいい。絶対にリアル買い決定アイテムです。はい、あとはこの、はい、このデザインが特徴ですかね。そうなんです、ここのネックがヨーンとカーブしているデザインになっています。ちょっとサイドにボタンが来るようなデザインなので、うん、なんだろう、少しスタイルアップというか目線がなんだろう逃げれて、なんか着込んだ時とかもなんかなんていうか、ラインに目が行くのでスタイルアップしてくれるかなと思います。あとこのスタンドカラーも結構あの深いんですけど設定ちょっと下げてるので首あまり高いの苦手な方でも着やすいぐらいの設定になっているのと、もちろんここ開いても着れますので、いいよ、普通のダウン襟でも着ていただけます。はい、じゃあ最後に一つ質問なんですけど、はい、このスタイリングでどっか行きたい場所とかしたいこととかあったら教えてください。どうしよう、どこ行こうか、どうなんだろう、やばいやばい、悩みすぎちゃう。デートデートだ。ちょっと予定がないすぎますけど、愛犬とデートに行きたいと思います。愛犬とデートで、はい、近くのアカウントこちらに。優しい。はい、はい、以上、リオナさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はるなちゃんです。はい、よろしくお願いします。じゃあ推しアイテムを教えてください。はい、今トップスで着ているこちらの、ベロアアートプリントトップが私のおすすめになります。はい、じゃあおすすめポイントはどこですか。はい、まずやっぱりこのベロアにしっかりこの色味がプリントされているっていうのと、ちょっとクラッシュしてる生地感でもあるので光によってちょっとこうツヤツヤっとする感じがあるのもすごい特徴的です。はい、後ろもすごい可愛くて、こちら 2way になってるので前後あの前後ろ変えて着ていただくこともできます。ちょっと首の開きが違うんですよね。はい、こっちがちょっと深めに開いてて鎖骨がくっきり見えるような感じになってて、後ろはもうちょっと浅めのネックになってます。はい、お好きな方でご着用いただけます。はい、あとサムホールもついてます。はい、ついてます。他のお色も可愛いのがたくさん、一部ですけどこんな感じで、どれも前後ろでデザインが違うのでお洋服に合わせて着ていただけます。はい、で合わせで着ているのも今回のプレオーダーで着ているもので、この生地感が私はすごい好きでちょっとあの普段のサハラだとちょっとマット系のレザーが多かったんですけど、このツヤ感のあるレザーがすごいおすすめです。今レザースカートと合わせてますけど、はい、他どういう着方したいとかありますか。他だと、デニムとか私普段カジュアルなものも履くので、うん、デニムで合わせたりとか、あとはなんか
キャミワンピとかと合わせてもお袖がすごい可愛いので、ノースリーブのワンピースのインナーとしても使いたいなと思います。はい、ありがとうございます、はい。最後に質問いいですか。今日のこのスタイリングをして、はい、なんかどこに行きたいとか何したいとか、はい、そうですね、ちょっとあのこのレザーの感じがきれいめにも着れるので、ちょっといいところにディナーとか行きたいなと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。くりちゃんです。お願いします。こんにちは。推しアイテムを教えてください。はい、私はこのチャイナフックの、トップスと同じ生地のパンツが推しアイテムです。このパンツなんですけど、まずシルエットがすごく綺麗、太めなんですけど、あの股上は深いので結構ゆったり履ける一着、160センチでヒール履いて小まくら結構ダランと着れるのですごいおすすめの一着です。あとウエストもこれ紐になってるので自分で調節も可能ですし、すごいおすすめの一着です。でトップスも結構本格的なチャイナのフックボタンがあって、シルバーのこのアクセサリーとすごい映えるボタンだなって思います。はい、であの上は止めてももちろんいいですし、もうちょっと開けてこの辺肌見せしてます。はい、今セットアップで着用してますけど、はい、別々だったらどういうスタイリングしたいとかありますか？結構このトップスが光の反射でシルバーっぽく見えるんですけど、うん、なので白目 あのパンツとかと合わせて、うん、で深くスリット入ってるのでインしても前だけちょっとインしたスタイルでも可愛いかなって思います。うん、この色味がすごい絶妙でブルーとグレーをこう混ぜたようななかなか見ない色味が推しなポイントです。ありがとうございます。はい、じゃあ最後に一つ質問いいですか。はい、このコーデをして行きたい場所とかしたいこととかありますか。でもやっぱ せっかくのセットアップで結構かっこいいめなスタイリングもできるので、うん、ちょっとなんか女の子たちだけでパーティーとかお呼ばれとかそういうシーンとかでももちろん可愛いかなって思います。うん、ゆったりなのですごい走れます。サイズフリーな、はい、気持ちです。はい、ありがとうございます。